キャッチボール。キャッチボールどうした？返信せえ、メッセージを。学生なら3000円でこのアカウント。話聞けよ、マジで。はい、どうも、ムジカです。ということで、今日も広場で遊んでいきましょう。さあね、割とね、減ってきちゃってる気がするんですよね。なんかまあ、だいぶ落ち着いたというか。ちょっとこれいこうかな。引退するのでこれは赤打ってもいいよ。おー、すごいね。豪華限定版じゃん。え、やば。これ売るの？マジかよ。これちょっと行きたいっすね。いや、普通売らんだろ。来ないなぁ。え、これ売ってるんですか？うん、ありがとうって。これは売らんだろ。売るっつったら詐欺です。もはや。もうなんか家にめちゃくちゃ高級な、もう、どう、あ、なんだよ。クソが、じゃあ言うな。ボケ。逆に詐欺だわ。一食いすればこいつ行くかじゃん。これまあまあ持ってるから、いけ、ワンチャンいけるかな。来た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 。来ました。こんばんは。すごいアカウントですね。もうね、このね、詐欺師はね、いかにここで逃げらんないかっていうのがポイントですね。難しいんですよ。でもこれ、2周年のカーじゃない？周年のカープラスマスラティプラスフェラーリを青までか。なるほどね。まあ、フィールドクルーザーか。まあ、5000円とかだったら売る可能性あるけど、これ1500円だったらまあ、詐欺ってくるだろうな。キャッチボール。キャッチボールどうした？返信せえ、メッセージを。聞いてますか？はてなって何？もうほんとね、コミュ障だよね、マジで。売ってるんですか？前が広場でつぶやいてたから来たのか、タコ。いくら課金しましたか？出た。詐欺師ははいしか言わない。予想2万円ぐらい。学生なら3000円でこのアカウント。話聞けよ、マジで。課金が効いてんですぐ。たのですが。まあ、それちょっとね、こういうのやってると逃げちゃうんですけど、これほんと俺のメッセージとか見えてないのかなと思うんだけど。正もうすぐ8なのでとか、いや、そんなどうでもいいから。いくらっていやいや。何万くらいでしょう。ちょっと、わからないです。15万ちょい。いい。それを3000円は、いや、安すぎですね。なんで売るのですか？学生ならって何それ？学生支援課か、お前。どうでもいいわ。学生に対して安くしてる学生支援官を出しても、飽きてきたからです。なるほどね。学生ではないです。あと、純価1500円しかないです。何歳ですか？ 18 歳より上です。純価1500円なら、手元にあります。送ります。学生だからっつっても、3000にしないでしょ。15万課金したの。飽きてきたからです。っていうからには、戦績。コメント消してるね。怪しすぎでしょ。人食いゼブです。初期じゃないですよ。1500じゃ無理ですよね。これ1500で売るんだったら詐欺ですね。なら1500円大丈夫。マジっすか？マジですか？詐欺じゃないですよね。いや、これ売る？ 1500 円で。売るわけないでしょ、こんな。詐欺なわけないです。怖いので、フレンドだけ承認お願いします。さあ、来ましたよ。逆に僕も怖いです。何がですか？いや、1500円で売る方の方が怖いだろ。怖いので先送りじゃなくてもいいですか？私が先送りということですか？こっちの恐怖心はどうすればいいんですか？まあでも、ちゃんともらえるなら信じます。そう、とりあえずなった。怖いので先送りってお前怖いとかじゃなくてどうせ先送りしねえだろ、クソが。100% 詐欺はしないんじゃないですか。VCO できないですか？チュンカのコード送った後はどうすればいいですか？逆に1500円でくれたらアホやな。もったいない。ただ15万でこれっていうのも多少あるけど。経験4枚ぐらいか。まあまあ。本物かどうか確認してきておこうか。わかりました。今剥がします。これです。
さあ今剥がしましたよ、僕剥がしましたからね、普通にベルグリーって。さあどうかな、さすがに1500じゃ売らないと思う。俺は1500に値切ってくるのは詐欺師だと思ってますからね。詐欺師を見抜く方法、1500円に値切ってくれる。さあもう絶対間違いないか、 OK 確認したので、コードは確実に合ってますと。なってる。これ前あるのが、いや、え、使用済みになってましたけど、みたいなね。え、ちゃんと合ってますみたいな。言って、使えてるっていう。貸すパターンがありますからね。早く見てこい。はよ。ちさんもちさん、ちょっと待ってください。はよせ。急に、先送りしたら強気になる。キッズを演出。さあ、どうですかね。人食いさん。食われてしまうのか。これなんだかんだ、成功したパターンないな。成功って言ったらあれだけど。全くいらないんだよね、アカウントは。まだ、遅くない？遅くない？怖いよ？マジ？マジか。フレット。フレット消えてる。はい、詐欺。はい、詐欺られました。詐欺られましたよ。あざっす。逆にありがとうございます。ごちそうさまです。さ、さ、さ、あ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 、どこ行った、あさきしちゃん。ひとくいずるさん。え、マジで。ちょっと、せめて、偽の引き継ぎコード。せめて、偽の引き継ぎコードください。ログイン落ちた。やっぱいるんだね、いまだに。とりあえずオンラインになってほしいんだよな。早く。続きが撮りたいのって。まあいいや。はい。じゃあ、本別れ、しばき倒しますか。はい、ということでね、ちょっと時間経ったんでね、こいつ、行ってみましょうか。ひとくいゼブちゃん。ああ、そうそう、このアカウントね。俺から1500円強奪して。そう、去ってったと。これをね、まあ、3000円から1500円にディスカウントした時点で、まあ、3000円で売らないだろうね。フェラーリ2つ持って。ということで、ちょっとね、こいつね、さっきフレンドになれたんでね、ちょっと呼んできますわ。来るかな？ん？誰だ？聞こえます？聞こえますか？え、もしかしますか？はい。当選おめでとうございます。え、マジっすか？はい。3月の、なんだっけ、3月限定ガチャをちょっと引いてもらおうかなと思いまして、ハリケーンのやつですね。マジっすか、行きましょう。ハリケーン、えぐい。え、知ってます？僕のこと。ムジカさんですよね。そう、多分結構前の応募だけど、見たらこれ応募したの覚えてます？はい。とりあえず応募内容が、まあ、全然課金できないと。なんでガチャ引かせてくださいっていうしょうもない内容だったんですけど、とりあえずなんか無課金の人に今引かせてるんで、はい、まああんま課金してなかったらいいなって感じなんですけど、結構課金してるっぽいね、君は。7っすね。7万円っすか。正7っす。あ、正7か。正7っていうといくらぐらい課金してるの？いくらぐらいですかね。正7。2万ぐらい。多分正8。はい。正8にしたいっすけど。いくらだっつってんだよ。いくらかちょっと。あ、そうなんですか。結構ガチャ引いてんすか？いや、最近は引いてないです、うん。なんで？引けばいいじゃん、ガチャ。ちょっと金欠で。金欠なんすか？はい。なんで働いてないですか？働いてないです。学生さんですか？はい。まあバイトするしかないよね、そりゃお金欲しかったら。可愛い詐欺が入り口ですからね。ちょっと、チュンカ騙しとるとか。そんぐらいからどんどんね、もう、慣れていっちゃいますからね。気をつけてください。詐欺師だらけですよ、この世は、マジで。ネタに困らんすよ、だから。まあ、君に詐欺られたんだけどね。詐欺いたチュンカを返すように。